ああちょっと。ちょっと待って、ちょっと待って。え、どうしたらいい？ちょっと待って。ちょっとさ、充電がなくなってるのにマジで気がつかんくって。こう置いたらいける。あ、いけ、ギリいけた。そして全然準備ができてないよ。みんなちょっと待ってね。ちょっといろいろあてね、遅くなってるよ。待ってね。こんばんは。あれ前やったやつどこ行ったん。こんばんは。ちょっと全然準備できないんだけど。こんばんは。やっとちょっと。こんばんは。ちょっと待って。まあ、正直言うとマジで何の準備もできない。ちょっと待ってね。よいしょ。ビーズケースさえ出してないんだよ。よいしょ。さあ、何の準備もできてない私ですけども、こんばんは。ちょっと待ってね。ちょっとさ、どうしても切れないラインが来ていてね。ちょっとどうしても切れないラインが来ていて、あるじゃん、そういうのあるじゃん。ちょっと待ってね。こんばんは。ちょっと待ってね。ちょっとコメント戻るわね。皆さんこんばんは。ありがとうございます。いや、もうスタートからこんなにたくさんの人が来てくれてありがとうございます。ちいさんはじめまして、福原です。ありがとうございます。はずきさん、今日も暑かったですね。めっちゃ暑かった。もうほぼ外出てないもん。でもね、夏用のラグを選択して、めっちゃ、まあ、大きいんだけど、めっちゃ早く乾いたよね。ありがとうって感じ。ネックファン、香里さん、いいね。大事。こんばんは、皆さん、こんばんは。サブレゆいさん、こんばんは、ありがとう。スクエアビーズです。これ、スクエアビーズです。わーい、キラキラ。こんばんは、水これでもやるの。これはね、今からはちょっと違うやつ。ちいさん、3週間前から始めて、その後、ゆいさん見つけて、やっと昨日アーカイブ見終わりました。見終わったの？あの全部を？すんげえ。あ、消えちゃう。さあ、このトレース内の接続だいぶ悪くなってきてさ、ちょっとやばい。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。皆さんこんばんは、ありがとうございます。昨日の動画見ては懐かしいね。あ、昨日 YouTube かな。ありがとうございます。あきらさんこんばんは、ありがとうございます。ちょっと待って。れなさん、自分は顔出さないのにまゆこさんの顔です。あのね、そう、先週の土曜日だったっけ、日曜日だったかな、にまゆこさん、お友達とご飯に行ったんだけど、みんなね、まゆこさんって知ってるかな。なんか一回私が初めてこう人の顔をねライブでしたんだけど、それのモデルだった私の友達なんだけどさ、なんか
いや一緒に写真撮って、まあ私なんかが TikTok やってるの知っててさ、また消えた。消えたよ。私も知ってて、なんか、これストーリー上げていい？なんて感じ、ちょっとちらっと聞いた。あ、いいよって、いいの？いいの？みたいな。いいよって、いいんだみたいな感じ。どうしちゃった？あきみさんは、ゆいさん、こんばんは。ありがとう。ちょっと待ってね。こんばんは、ティック見とってみると嬉しいです。あ、ティック、言葉が。発表って水これでもやるん。ちょっと待ちいいな。君さん、こんばんは。皆さん、あ、三浦さん、初めて、本番は初生ライブ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。あ、佐藤さん、めっちゃ久しぶりじゃない？ありがとう、こんばんは。今、在庫切らして、セリアのウィザードシール。あ、何さ、在庫切らすって素晴らしいじゃん。切ら、トラコさん、マヨコさん、実物の方がよりべっぴんさんだった。いや、そうなの。そうなのつって。いやね、本当に、彼女は美しい人なんですよ。え、これ私、裏表逆。前、今、ちょっと待って。上下逆だな。今気がついたわ。なんかおかしいなと思ったわ。ねそう、なんかまゆこさんは本当に美人さんなの。とにかく美人さんなの。なんかもうなんかね、頭が小さくて、顔がっていうの小さいんだけど、私いつも会うたびにさ、あ、まよこちゃん今日も頭がグーぐらいしかないねっつって拳大しかないじゃんっつって、毎回そんなわけないじゃんって言われるんだけどじゃあほらいるじゃん周りにさ、なんでそんな顔ちっちゃいのって人いるじゃん。いや、そういう人大体さ、あの顔のサイズっていうの、拳大しかいないじゃん。 こんな拳大みたいな。あの、まゆこさんどんな人かね、気になる人はインスタのね、ストーリーズの日常ってハイライトに残してるので、だから絶対見てほしい、見てほしい。あ、ゆうさん、こんばんは。今日暑かった。めっちゃ暑かったよ。みんな生きてる。キアラさんのフルフェアリーのミステリー制作しながら拝見します。あ、ありがとうございます。フルフェアリーのミステリーってなんか盛りだくさんじゃん。めっちゃいいな。私もやりたい、いいなーなんて思っちゃってな。どっからやろうかな。どうしよう。なんか嫌だな。どこもかしこもやりたいとこいっぱいじゃん。ココアさん、こんばんは。ありがとう。あ、ゆうよさん、私も記号逆だなと思って見てました。気づいてくれてた。私だけだ、気づいてなかったの。初見です、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとじゃあ端っこ行こうかな。なんかちょっと久しぶりに見るんだし、やるんだしさ、このなんかちょっと色が変わってるとこ行こうかな。ちょっと待って、待ってね。よいしょ。発表って何？サンマでもやるの？めっちゃ引きずるやん、サンマ。やらないよ。ちょっと待って。ちいさん、今日3作目終わって4作目制作しながら見てます。おお、おめでとうございます。完成おめでとう。ダイヤモンドアートしながらラジオ感覚で見てたら見終わりました。すげえ。そう、あのね、いや、私の、まあ、TikTok、まあ、いろんなライブ、ね、今までしてきたところではあるんですけど、YouTube にね、ライブ配信の様子っていうか、アーカイブ全部残してます。今日のね、TikTok ライブも残していくよ。なので、気が向いたら、まあ、ラジオ代わりにね、まあ、ぜひぜひ聞いていただければいいかなと思います。ソミさん、こんばんは。ありがとうございます。これは何のビーズですか？これはね、クリスタルビーズと言います。ちょっとさ、指が荒れてて、ちょっとバンドエイズな感じで申し訳ないんだけど。よいしょ。ちょっとね、今日はでもね、なんやかんやしてたらお風呂に入るタイミングを逃しているし、明日も思い出したんだけど、明日も仕事らしいので。まあ今日日曜日だったわ。
ちょっとね、割と体調が午後からあまり優れず、割とくたばってたんですけど、なんか今日は割と午後、夕方、まあちょっと大丈夫になってきたので、やってますね。あちまさん、こんばんは。今日はギランギランクリスタル。そう、ギランギランですよ。皆さん、やるまでずっと3マって言うからね。でもじゃあ、全部読まないからね。しつこいのは読まないわよ。また言うとるってなるわよ。むうこさん、今日の総集編大好きです。ありがとうございます。みんな何かなって思う方いると思うんですけど、YouTube の方に、まあ、私たまにね、なんか、TikTok、ショート動画で、なんだっけ、ダイヤモンドアート、ダイヤモンドアート制作の様子を撮っていくって言って、こう、一枠だけとかさ、やるのやってんだけど、あれをね、こう、今まで結構何回か撮ってきたから、それを一つの動画にまとめようと思って、ちょっとやってみました。まあ、15分ぐらいになったんかな。まあ、縦長の動画にはなってるんですけど、それを全部一個にまとめた感じです。で、まあ、制作の様子、ここだけしか映ってないので、どれがどの作品か、わかる人にはわかる、みたいな。ちょっと昔からね、遡ってるんで。最近見始めたよって人は、まあ、こんなんやってたんだな、みたいな感じで見てもらえればな、嬉しいなと思います。ぜひぜひ YouTube ね、アップしてるので見てみてください。よいしょ。さあさあ、さてさて、やっとお待たせしました。ビーズを置くようと思います。次の作品マステハル、いいね。今ラグくて止まります。あ、ちょっとね、電波はうち基本あんまり良くないんだよな。こっちゃんさん、あ、ゆいさんこんばんは。久しぶりに見に来ました。いらっしゃいませ、ありがとうございます。マルイプさん、ありがとう。ダイヤモンドと総集編、そう、ありがとうございます。あちまさん、発表って何ですか。まさか開封の記事ですか。楽しみです。うふふ、あっという間に見終わるよ。15分。隙間ありの牛乳好きです。ありがとう。さあ、ということで、ライブをね、ちょっとちょこっとこうやっていきたいと思います。Y からいくよん。今日はね、クリスタルビーズです。なんかちょっとおかしいなと思ったら椅子がちょっと高いな。はい。伝説の牛乳。ね、なんかもう一回やり直した。ちょっと、めっちゃ可愛いじゃん。なんかシトリンって、いう石みたい、宝石みたい、いい感じ、かわいい、めっちゃかわいくない？ちょっと待ってよ、よいしょ、ちょっと待ってよ。明日ね、ちょっと病院に行こうと思ってて、それこそまゆこちゃんに今おすすめ、ここの病院行こうと思っててって言ったら、あそこ私行ってるよっていう、ちょっとこういう先生だよっていう情報を、ちょっと切れない LINE でごめんね。さあさあ、ということで、ちょっとでね、そう、早速なんだけど、みんな、私、あ、早速なんだけど、ライブしますよっていうね、TikTok とか見てくれた人なら見てくれたかなと思うんだけど、キラキラのお知らせするよって。あ、ちょっと待って、ネオさん、 Y の歌はないの、久々に言うじゃん。 Why これを求めてたかな。わーい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 。もうこのメロディーの定まらない、ただ Y を、 Y だよっつって、わーい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 、みんなよく覚えてるね。ちょっとリクエストありがとう。わーい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 。もうよく覚えててくれて嬉しいよ。Why? そうそう、 Y の歌を歌ってるんだけど、いいね、いっぱいでしたね、ありがとう。そうで、でキラキラのお知らせっていうのをちょっと改めて、あ、青山さんこんばんは、ありがとう、しようと思うんだけど、なんと
この急にあれなんだけど、この度です、この度というか、まああの水コレのね、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートあるじゃないですか、皆さんご存知。あれね、気がついたらもうね、初めて皆さんに販売をスタートして大体もう2年ぐらい経つんですけど、2年早い、まあ、キアラさんのご協力あって、ね、2年経つんですけど、今回ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートね、あちらの作品のフルクリスタルを発売することになりました。出しました。イエーイ。ちょっとコメントが読めてなくてごめんなさい。イエーイ。はい、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートは、今までノーマルビーズと、まあ、フルオーロラっていう作品があったんだけど、今回ね、フルクリスタルをですね、発売しようということになりました。この感じね、このフルクリスタルビーズってこういうガラスみたいな、こういうなんかキラキラーってしたやつなんだけど、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート、あのノーマルのね、あの夢川じゃなくていわゆる普通のダイヤモンドアートのダイヤモンドアートです。あちらにの作品をね、クリスタルで、いや、しかもね、フルなのよ。ピンセットの部分までクリスタルになるということで、いやー、もうそんなの 120% かわいいじゃん。2年早い。あゆうさん、キャー、フルクリスタルキスポさん来たー、フルクリスタル、通常のカラフルなやつで、そう通常のやつね、フルギランギラン、イエーイ、絶対買います、ありがとう。 A1 ある、おー、サイズね、あ、やばい、ちょっとコメントが読めてないぞ。まずサイズなんだけど、まずというか販売の方法は今までと変わらず、まあ、オーダーというか、ご注文いただいてから準備する形になるのでなります。で、今回フルクリスタルということで、ちょっとね、到着までに約1ヶ月ほどお時間いただく形になります。ちょいとお時間いただきます。そちらは皆さんぜひそこはね、ご了承いただければと思います。で、サイズなんだけど、A3 と A2 のこの2種類を考えてます。ちょっとね、フルクリスタルってことで、まあ、まずはというか、まあ A3 と。A4 だとね、ちょっとやっぱり小さいから、クリスタルでやと、だと出にくいかなというふうに、キアラさんとご相談がありまして。でね、A3、まずは A3 と、まずはというか A3 と A2 サイズの2種類でね、販売しようと思います。このキラキラのでやるよー。キラキラのでやるよー。ちょっとコメントが読めてなくてごめんね。フルクリスタル買いたい。わーい、ありがとう。在庫増えちゃうじゃん。増やしちゃいないよ。ゆいさん、なんと素敵なお知らせ。ひひひ。キアラさんのフルクリスタル間違いないです。欲しい、買いたい。ありがとうございます。サイズマヨマヨーン。はい、ということで、ちょっとまだね、お知らせの動画作っていない。まあちょっとね、作ってないんですけど、近日中にこんな感じっていう動画をね、作って皆さんにお伝えできればなと思ってます。でね、まあ皆さん気になる発売の日なんですけども、今日は何日？とか今日何日？7日だ。7日の日曜日ですけれども、19日の金曜日。19日の金曜日から販売スタートとしたいと思います。19日のね、金曜日です。もうちょっと先ですけどね。言うてあっという間に来ますせ。うん。その日からね、ダイヤモンドアートキアラさんにて取り扱いいただくということになります。
サイズは A3 と A2 の2種類。ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートのフルクリスタル。フルクリスタルです。あ、キアラさんありがとう。まさにこれ。あ、ちょっとピン止めしちゃうと私見えないのかな、これ。とコメント読めてない。A2A 制作。いやもう A2はちょっとあれだな、大変だな。あゆえさん、確かにクリスタルなら大きいサイズの方が鮮明に出るんです。そう、それはね、あると思います。まあ、この辺はね、みんなサイズ感はみんな本当に好みかなと思うんですけど、7月19日金曜日の販売です。販売は期間限定ですが、一応無制限期限です。ということで、期間限定では、まずはね、一旦期間限定ではなく、例えば、ちょっと今すぐわって思った時は、ちょっと後でも大丈夫みたいな感じです。ただ、ちょっと届くのにね、さっきお伝えした通り、1ヶ月程度いただく形になりますので、まあ、在庫のね、状況と、まあ、それ早く注文した方が早く届くのは届くんだよ。まあでもね、皆様のお財布とお在庫ともろもろをご相談の上、ぜひぜひ。あきみさん、ゆいさんはダイヤモンドアートのダイヤモンドアートクリスタルやるのやりたいなって思ってんだけどさ、どうしようかな。ちょっと考え中。絶対可愛いよね。私実はさ、フルフェアリーダストも好きなんだけど、結構クリスタル好きなんだよね。このキラキラやばいじゃん。キラキラやばいじゃんって。ギャルかみたいな。昔の平成のギャルみたいな。キラキラやばくないみたいな。そういう感じ。知らんけど。キラキラやばい。はい。もう一回ね、ちょっとまとめてお話しすると、7月19日金曜日に、水のゆいコレクションのダイヤモンドアートのダイヤモンドアートフルクリスタルを販売スタートします。サイズは A3 サイズと A2 サイズの2種類になってます。お手元に届くまで、だいたい1ヶ月ほどお時間いただきますので、そちらはご了承いただきたいなと思います。よろしくどうぞ。ギャルゆい。よろしくどうぞ。私もクリスタルの方が好き。どの色もキラキラ。ね、キラキラ可愛いよね。クリスタル好きなんだよな、本当に。うわー、ちょっと、クラッカーありがとう。かおりさんありがとう。いえ。いえ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか私の印象、ちょっと最近さ、こう、なんだっけな、アリエクとか最近ちょっと私もサイトをね、サイトというか、ダイヤモンドアートの作品を買ったりしてないから、あんまりこう、見れてなくてあれなんだけど、なんか印象的にフルクリスタルの作品って、まあなんか、購入するとできるとお店とかショップとかが結構限られてて、絵柄もそんなになかったりするのかなっていう風な印象があって、まあそんな中ね、結構いろんな色でカラフルに楽しんでいただけるダイヤモンドアートのダイヤモンドアートフルクリスタルだったら、なんかこう自分で言うのもなんだけど、迷わず手に取れるし、迷わず楽しめるかなっていう風な気がして、すごくいいんじゃない、みんなぜひやってほしいんじゃない、日本語やっていただけるんじゃないかなって思ってます。ほんとね、フルクリスタルの作品って、私が買った時なんかどこの店舗で売ってるか全然わかショップで売ってるか全然わかんなくて、めっちゃ探し回った印象があるのよ。だからさ、なんかそう思うとさ、まあちょっとね、お時間はいただくとはいえ、なんかゆっくりやってもらえればなと思います。こんな感じかな。
ちょっとね、ちーさん、ゆいさんのフルフェアリー見て、めっちゃ可愛いって思っていろいろ探して、これだっていうのを見つけて買ったんですよ。もうすでに在庫4個ある私。もうさ、しっかりハマってますね。しっかりハマっちゃってますね。ダイヤモンドアート、在庫が増え始めたらハマった証拠だぜ。レナさん、あ、ありがとう、ありがとう。大丈夫だよ、ありがとう。え、ちょっと待って、ちょっと待って、かおりさん。あ、なんか、宝箱ありがとう。皆さん、かおりさんが宝箱を送ってくださいました。これみんな、なんか、コインかなんかゲットできるんだよね。ぜひぜひ。ありがとう、ありがとう。うっちゃありがとう。マリープさん、前にアリエクでフルクリスタル買ったんですが、ビーズ暗いしバリだらけで病んでた、病んでた。ので、ぜひ、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートでリベンジしたいです。ぜひお願いします。ちょっとね、私、実は自分自身は制作してないので、ちょっと、どんな感じかを現物見てないんですけど、まあ、ただね、写真でもう、キアラ大先生に見せていただいたんですが、それも、かわいい、かわいいのよ。ちょっとまた動画でね、ちょっとお知らせするね。でもさ、みんなちょっと知ってる？知ってると思うんだけど、このクリスタルの美しさみたいなのって、作品になった時にね、めっちゃかわいいっていうのってさ、なんかやっぱ写真ではなんかうまく伝えきれないものがあるわけ。なんか、今ここまで進んでますとかってさ、みんな X であげたりとかさ、自分の記録用でインスタにあげたりとかしてると思うんだけど、こうクリスタルの、この、めっちゃ可愛いっていう感じってさ、なんかこうなんか写真、うまく写真でこう見せきれないみたいな、あるよね。ある、みんなわかるって今聞こえてる私には。だよね、わかるよね、私もそう思ってる。だからちょっとね、私が写真とか動画でみんなにアップして見せたいと思うんだけど、ここはね、実際どんなに可愛らしく美しくなるかについては、みんなに実際に手に取って楽しんでいただきたい。もうそこはもうマジで、マジで。マジでよろしく。あきみさん、ゆいさんって神様の、めっちゃ人、ピーポーピーポーヒューマン。ちょっとコメントが全然見れてない。三浦さん、お知らせ気になりライブ参加させていただきました。そうそう、水コレのね、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートフルクリスタルバージョンを発売します。今夜ありがとうございます。ちょっとコメントが全然読めてない。香里さん、宝箱ありがとう。そして皆さん、その後の、そして犬足、猫じゃん、猫だったわ、犬じゃないわ。犬の足はちょっとごめん、あ、猫の足だわ。ありがとう、ありがとう。みんなが先に完成するか、ユイさんが先に完成するか、もう絶対みんな、120% にみんな。マリープさん、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート&キラーさんだから間違いないっしょ。私もそう思ってる。めっちゃ可愛かった。ちょっとね、実際キアラさんがね、制作していただいた様子をね、動画に撮ってもらってるので、私もそれまたね、編集してみんなにお知らせしたいなと思うんですけど、めっちゃ綺麗だった。いや、クリスタルさ、やっぱりこう、全体で見ても可愛いけど、こう、アップにした時マジ可愛いよね。これ、ほんまに、やべえんだわ。三浦さん、また参加できたら嬉しいな。ぜひぜひ。フルクリスタル絶対ハマる。三つ虫さん、絶対ハマるよ。かわいいもん。なんか、結構カラフルな作品。ね、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート自体が結構カラフルな作品なので、ビーズもね、しっかりカラフルになってかわいいんじゃないかなと思います。宝箱ありがとうございます。買って必ず飾る。はずきさん、嬉しい。ぜひ。ぜひぜひ。あゆえさん、めっちゃわかります。写真うまく撮れない。そうでしょ？クリスタルのこの可愛らしさをどうしたら写真で伝わるの？引きのね、全体写真でね。なかなか難しいんですよ。だからちょっとそこはね、みんな実際自分で手に取ってやってみてほしい。それだーです。撮れないよね。商売上手なんだけどなーって。そんなことないんだよ、私なんかも。商売っていうか。ていうかで、ね、もう本当に、うん、でしょ？うん、商売上手。急に認め始める。いや、もうぜひね、本当にみんなに楽しんでいただきたいと思ってます。もう気がついたらね、そのダイヤモンドアートのダイヤモンドアート、そもそもなんかみんな久しぶりにさ、
ちょっと昔のことを知らないよ、2年前のことを知らないよって人がいるかもしれないので、ちょっとお話しすると、まあ、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート自体のがなんで生まれたか、生まれた日は誕生日はっていうの、誕生日はってやつちょっと語っちゃったりなんかしちゃったりなんかして、あ、たなこさん、私もクリスタル今作成してます。めっちゃ可愛いよね、楽しみましょう。そのダイヤモンドアートのダイヤモンドアート自体は、こう私がこういう風にこうライブでね、こうやって作品を作っているところを、最近ちょっと、最近ってない、ライブしてないし、ちょっと私の姿見てないんだけど、クラリちゃんっていう人が、クラリ焙煎がこうスクショしたんです。めっちゃ綺麗だからスクショしたと。で、それをね、ちょっと、あまりにも可愛いから、これをダイヤモンドアートにしたらどうだろう、ダイヤモンドアートをしているところをダイヤモンドアートにしたらどうだろうっていう発想があって、まあ、実際にキアラさんで、まあ、オーダーでやってみました。これはもうでっかいの行くぞっつって、そこからね、あっという間にこうすごく行動の早いキアラさんが、ちょっと私がの水のゆいのね、この作品として販売しませんかとお話いただいて、で、水のゆいコレクションっていうね、このスーパーダサい名前で、ダサくない?水のゆいコレクションっていう、私は未だにこのちょいダサい感じがすごく好きなんだけど、水コレとしてね、販売することになりまして、まあ気がついたらね、まあ、水これっていうものからでね、なんだった？ピアノとか、コスモスとか、チューリップとか、夢川バージョンとか、まあいろんなね、水これを発売させていただく流れにはなったんだけど、まあダイヤモンドアートのダイヤモンドアート自体はもう2年ぐらい販売してるけど、だから本当にありがたいことに、2年経っても注文いただいているということです。なんかもう、未だにという言い方したらあれなんだけど、まだね、いろんな方に愛してもらってるっていうか、やってみたい作品として思ってもらえてるようで、もう、ありがたい。ありがたいなという感じです。なかなかね、そんな風に作品、自分や、ね、学校水これみたいな、自分の水のゆいコレクションみたいな出せるなんて思わなかったので、本当にね、キアラさんには感謝しかありませんし、まあ、一緒に楽しんでいただいた皆さんにもね、感謝しかありません。本当にありがとう。でね、今回のフルクリスタルもね、こうキアラさんどうかなって言ってくださって、いやもうマジめっちゃ可愛い、ほんまやばっってなって、もう絶対やろうみたいな水のゆい興奮みたいな。キエーってなって。やろうやろうっつってね。はい。準備いただきました。本当にありがとう、キアラさん。センキューベルマッチだぜ。全然ちょっと感謝感じられなくない、ベルマッチだぜっつって。いひひ。ちょっとムーコさん、今日夢かわやりだしたけど買う。ありがとう。ありがとう。夢かわはね、夢かわで結構かわいい。文字がさ、ダイヤモンドアートの元のね、最初のダイヤモンドアートダイヤモンドアートよりも、文字が割としっかりして見えるので、あれもあれでめっちゃかわいいよね。リンコさん、この前やっと初めてスクエアのビーズアートやったら細かくてめまいしました。仕上がりは綺麗でしたけど。そうだよね。結構ちっちゃいもんね、ビーズね。大変でした。めまいて。でもめまいしながら完成できてよかったのか、よかったよ、おめでとう、おめでとうございます。ちょっと待ってね、私コメント大丈夫かな、ちょっと読めきれてなかったコメントがあったらごめんなさい、ちょっとすんません。レナさん、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート永遠に眠ってるわよ。眠ってるんかーい、やってくれい。私はね、A2 と A4 サイズっていうね、まあまさかの A3 サイズはやってないスタイルなんですけど、一番やりやすいサイズやってないんだけどな。まあ、いいんです。あゆえさん、誕生日は聞けて嬉しいです。いやいや、もう本当に。こんな、実は2年前そんなことがありましたん。ありましてん。
なんか本当に発売に至るまであっという間でびっくりだったんだけど、でもね、今でもさ、こう X とか見てると、まあその買いましたっつって、やってますって言ってる方いらっしゃるから、嬉しいなと思うの。2年経っても愛されてるなんて嬉しいじゃないか、くみたいな。レナさん、ここまで来たらダイヤモンドアートのダイヤモンドアートのフルフェアリーもやらないと。まずはね、フルクリスタルからみんなに楽しんでいただきたいなと思います。いや、クリスタルめっちゃ可愛いんだから、ちょっとみんなに写真見せてないからさ、ちょっとどんなに可愛いかが、ちょっと私の口頭、このまあでも私はこんだけ可愛いって言ったら、もう可愛いってみんな分かってる。そうだと思う。私可愛いのじゃないと可愛いって叫ばないから。いや、みんな水のよいつも可愛いって叫んでるしって思ってるでしょ。まあそうなんだけどね。いえ、キアラさん、いえいえこちらこそです、ありがとう。いえいえこちらこそです、本当にもうありがとう。トゥーとか言って、みゆらさん、また参加します、アーカイブで見ますよ、ね、ではまたありがとうございます。YouTube の方にね、アーカイブアップしておきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん、またみゆらさん見てください。ありがとうございます。ゆっくり休んでね。ね、私もちょっと明日仕事だっつうことをほぼ忘れ気味でやってるんで、一枠したらちょっと今日はね、皆さんにそのお知らせは絶対したいなと思ったから、ちょっとライブ始めたんだけど、ちょっと一枠で今日は終わりにしようかなっていうふうに思ってます。すいません。ぜひぜひあともうちょこっと楽しんでください。よろしく。ピーン。まゆさん、キアラさんから先日ミステリーアートの初のフルクリスタル購入したので楽しみです。そのさっきも言ってたけど、ミステリーのフルクリスタルのミステリーってどんなん、もう絶対可愛いじゃん。なんかさ、私もそろそろ新しいのやりたくなってきちゃった。でもさ、ちょっともうさ、このもちろんこの残ってるさ、こいつダイヤモンドアートクラブも開けたいとは思ってるんだけど、なんかちょっとこう物おじしちゃってる私がいてさ、こんなでかいの開けてどうしようって、まあ、そのうちやるわ。あゆゆさん、水これは唯一無二です。そんな風に言っていただけで嬉しい、ありがとう。もうちょっとね、なんかもうちょっと写真撮れたらいいなと思うんだけど、なかなかちょっと あっちいし、外行くのはあっちいわ。またなんか写真撮りに行けたらなと思ってます。お花とかね、全然いいけどね。皆さん、やりたいのにヘルニアでできなかった、そうだった、そうだったよね。治療に専念して無理せずに楽しんでください。無理しないでね。リンコさん、クリスタルめっちゃ綺麗ですね、今度やってみたいです。ぜひぜひ。さっき今ね、お伝えしているダイヤモンドアートのダイヤモンドアートのね、フルクリスタルも出るので、もしよければそちらもご検討くださいませ。まあ、ただちょっと 1ヶ月ね、購入していただいてからちょっと予約費にオーダー費になるので、1ヶ月ぐらいお時間はいただくことになるんですけれども、まあ、もし在庫があるよっていう場合はね、まあ、ゆっくり在庫をちょっと減らしつつ、制作しつつお待ちいただけるかなと思いますので、ぜひぜひ。君さん、ダイヤモンドとダイヤモンドと全種買ってるけど、まだ、てんてんてん、いいんだぜ。変に季節物あるか、あるかな。ぜひぜひまた、ご自身のペースで楽しんでいただければと思います。あちゃまさん、こんばんは、こんばんは、ありがとう、いらっしゃい。ちょっと待ってよ。キアラさん、あなたは、わーかわいい、文句、ちょろ、ちょろ、ちょろたらたら、ちょろたらたらって何？ね、ちょろたらたらって何？文句をちょろ、ちょろ、ちょろって何？めっちゃちょっと引っかかってるんだけど、ちょろたらたらって何？ちょろ、ちょろのちょろ部分がちょろっとちょっと、どうなん？ちょろたらたらって何じゃい？まあ、大体かわいいって叫んでる。あゆめさん、七夕に素敵なお知らせって聞けてハッピーです。あ、今日七夕じゃん。ちょっとみんな、お空見た？なんか天の川的な？何かそういうの見つけた？大丈夫？ちゃんと見れてる？私はあっちから外見ません。もう現代人やってますみたいな感じがするよね。
七夕楽しまないんです。あちまさん、あれはミステリーは終わったのですか。あれ、あ、バレてる、バレてるよ。ミステリーはね、終わってない。あれ、あれちょっと一旦しまおうかと思ってるけどな。ちょっとさあやるぞっていう時になるまで一旦気持ちを落ち着かせようかと思ってるところだよ。無理はしない。D ワインさん、出遅れてしまってお知らせとは何ですか。水野ゆいコレクションのね、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート、あの初代のね、夢川じゃないバージョンの、フルクリスタルバージョンを発売することになりました。7月19日の金曜日からスタートです。フルクリスタル、これと同じね、このキラキラのやつね。で、サイズは A3 と A2 の2つのサイズから選べるようになってます。でね、届くのにちょっと1ヶ月ほど時間いただきますという感じなんだけど、もうあのピンセットのね、あの黒い部分までクリスタルなので、無地ギランギランになると思う。絶対可愛い。ちょっとおいおいね、動画アップしていきたいと思っていますので、またぜひぜひ見ていただければと思ってます。ココアさん、嬉しいお知らせを受けて息子に LINE したらペイペイ送ってくれました。すげえ、息子のおごりで購入で。息子さんめっちゃ優しいじゃん。ご家族すごい仲良くて羨ましい。素敵ですね。なんか息子さん素敵。めっちゃいいご家族ですね。やだ、息子さんにありがとうございますお伝えください。嬉しい嬉しい、私も嬉しい。すごい、なんかそのさ、お母さんがさ、お母さんとこう息子さんがこう母の趣味について語りっていうか知ってるっていうか、そういう感じ、すごい素敵だね。素敵だわ。あー、なんか私もほっこりしちゃった。ちょっとカメラ汚れてる。そんなことないよね。なんかあれかな。ジャマさん、クリスタル出るんですか。出るんです、出るんです。クリスタル出しちゃうよ。ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートのクリスタル出ちゃうよ。みんな気になるでしょ。ジャマさん、こんばんは、ありがとうございます。ちょろっとタラタラ、夢のないこと、なんどれのことだ。キアラさん、タラタラって書くとあまりにも文句言ってる人ってまりいけないから、チョロを入れてさせていただきました。そういうことね。優しい、優しさじゃん。優しさなのに、え、チョロって何とかめっちゃ言ってんじゃん。優しさを気がつかず、なんかタラタラはもう全然めちゃくちゃ受け入れてる。いつも言ってんもん。ブチブチ言ってる。タラタラつかブチブチ言うと、いつもブチブチブチ。チャマさん、わーい、ありがとう、嬉しい。はずきさん、今日は外周外出ない方がいいですってさ、昨日息子、あ、じゃあ息子じゃない、ごめん、息子じゃない、犬の散歩で夕方6時半ぐらいに外出たんですけど、ワンコたちが熱中症気味になりました。いいえ、6時半でもまだ若干火は出てるもんね。あ、スイカありがとう。暑いもんね。もう明日本当に会社行くんかな。なんか保冷剤首に巻いていこうと思ってんだけど、もうさ、他人の目なんか気にしないスタイルで会社行ってやろうかと思ってる。なんかダサいとかもそんなの気にしないもんね。死んじゃうよ。あ、でも明日ちょっと病院行こうと思ってるから、車で行ったらいいのかな。ちょっと今自分のこと考えてた。あー、なんかいっぱいありがとう、かおりさん、ありがとう、かおりさん、ありがとう、ありがとう。リーワイさん、ワオ、在庫が増える、うふふ、楽しみにしてます、ありがとうございます。ぜひぜひ楽しんでいただきたい。みーちゃん、こんばんは、久しぶりに来れました、いらっしゃい。わ、ちょっと雪だるまだ、涼しくなっちゃう。ありがとう、かおりさん、ギフティングセンキュー。リーワさん、ユミさん、こんばんは、ありがとうございます。あー、暑いから外を見ないなんて夢のないこと。現実的な、現実を生きる人間、水野ゆいです。だって暑いから。本当にね、今日はダメだって。もう昼間だって、もう暑くて、今日はね、良かったことは洗濯物がすっげーよく乾いた。もうそれが嬉しかったことです。マイさん、こんばんは、欲しい。私の母にダイヤモンドアートをしようって言って、趣味押し付けたらバッチ。趣味を押し付けたら重いな。押し付けたらって面白いな。バッチリハマってます。
一日一枠しないと気が済まないって言ってました。うわー、すごい。なんか、お母さん、押し付けられたと思ったらめちゃハマりって素敵。でもね、家族で一緒、お母さんと一緒の趣味があるって素敵だよね。いや、いいね。いいね。お母さんナイスだね。ノリが、ノリというか、お母さんのね、こう、趣味というか好きなことにぴったり合ったみたいでよかったね。一緒に楽しんでますか？一緒に楽しめるといいよね。なんか親子でこう会話がさ、やっぱり共通の話題みたいなのがあるとね、結構楽しいよね。いや素敵、お母さんナイスだとお伝えください。素敵っつって、素敵っすってお伝えください。チャマさん、みんな在庫が増えていくね。増えるよ、増えるけど大丈夫、楽しむから減る。うん、いつかは減る、そういうもんだと思うんだ私ね。大丈夫だよ。ちょっと香織さん、めっちゃいろんなギフティングセンキュー、めっちゃいっぱいギフトありがとう、ありがとう、応援ありがとう。カルさん、こんばんは、ありがとうございます。初見です、いらっしゃい。皆さん、ダイヤモンドアートいつになったら開けるのよ、来年開けますとか言って、一応年内を目標にはしてるんだけどね、目標にしてます。まあ、ちょっとね、もうちょっと私も長尺動画を撮れるようになりたいなっていう最近の目標っていうか思いがありまして、もう水野ゆい、皆さんご存知の通りショート動画ばっかりなんでね、ちょっとそろそろ長尺動画も撮れるようになりたいなっていうこう思いがあります。なかなかできてないけどね。最近ちょっと体調がな、本当になんかこう不安定な時があるので、なかなかね。雪だるまで涼しんでください、ありがとうございます。こんなに熱々言って私知ってっからな、ありがとうございます。マイちゃん、使えときます。いや、本当に、親子で一つの趣味、一緒の趣味って素敵だなって本当に思います。ああ、ちょっとどうしよっかな。あとほんのちょこっとだけやろうかな。ちょこっとにするわ。レンバリっぽいとこでちょこっとにするわね。ちいさん、私も母の誕生日にダイヤモンドアート作成したやつを送りつけてハマらせようとしてます。こういうのは好きなはずなので。送りつける。みんなこう、押し付けるとか、送りつけるとかさ、なんか。言い方が面白くてつい笑っちゃう。送りつけるって言うと思うね。押し付けるとかね、ちょっと面白いな。まあね、まんまとみんなね、こうお母様たちはハマっていくわけですな。あ、チョコちゃん、ゆいさん、こんばんは、遅れた、ありがとう。じゃあチョコちゃんのためにちょこっとやるよ。ちょっと下手なダジャレ言ったみたいになっちゃったじゃん。なっちゃったけど。チョコちゃんのためにちょこっとやるよん。でもちょっと本当にちょこっとだよん。レナさん、在庫10個だから増やそうか悩んでる。10個ならまあ、まあとか言っちゃった。ちょっと私もまた今在庫がどうなってるのかさ、増えてはないんだけど、増えたかな。増えてるけど増えてないから、ちょっと今どんなもんだったか思い出そうと思ってまた開こうと思ってる。まい、あ、そうか。自分の動画見たらいいのか。在庫確認の動画。よいしょ、あともうちょこっとだけね、やるよ。あきみさん、フェアリーダスト終わってノーマル始めたけど可愛いが足りない。あー、まあ同じね、可愛いを求めるとそりゃ違うわ。それはもうフェアリーダストにはフェアリーダストの、オーロラにはオーロラの、フルクリスタルにはクリスタルの可愛さがあるように、ノーマルビーズにはノーマルビーズの可愛さがあると私はそのように思いますね。やっぱり元の色を きれいに出すというのはやっぱりノーマルビーズにしかできないことだと私は思っておりますので、まあ、そう言わずね、ノーマルビーズも愛してあげてくださいね。可愛いよね、ね。ダイヤモンドアート、キアラさん、暑いから自分の体調第一、ダイヤモンドアートは腐らないからいつ開けてもやめても大丈夫。ありがとう。もう私が一番救われる、その言葉。本当にありがとうございます。まあ本当にね、ちょっとなんかこう、不調な日が最近多くてですね。まあ今はこんなベラベラ喋ってますけども、まあくたばってる日もぼちぼちあって、なんかこう、アップダウン、メンタルじゃなくて本当に体調のね、アップダウンがちょっとひどくいいので、なんかおかしいなと思ってますね。でもそうだよね、腐らないからいつ開けてもやめても大丈夫ということで、ちょっと一旦ミステリーはしまいます。またやる。チョコさん、わーい、ちょこっと。はい、ありがとうございます。そこチョコちゃん、さっき喋ってたんだけど、水これのね、
ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート、あの最初に出したダイヤモンドアートのダイヤモンドアートのクリスタルバージョンをね、販売することになりましたっていうお知らせをしてたんだ。あのフルクリスタルです。今見てるこのキラキラのね、このバージョンをまたフルクリスタルで販売します。再来週19日の金曜日にね、販売スタート。 A3 サイズと A2、 ちょっと大きめの A2 サイズの2種類って考えてます。このねお知らせしてました。皆さん在庫カウントライブまたやってね。もう増えてもないけど減ってもないからな。でもなんか多分私よりみんなの方が在庫の数把握してんじゃないかと思っちゃうぐらいだけど、今どうなってんだろうね。忘れちゃってるよ。さあ、じゃあちょっとこのね、同じ色が続くこのゾーンやっていきたいと思います。ちょっともうレンバリはやらないですよ。なかなかこうレンバリはやらないですよ。だって失敗するもん。やり直すの大変なんだあれ。皆さんこれ何だったっけ、なんでラウンド買ったんだったっけと。いや言うよ。もうだって本当に覚えてないもんね。記憶ないじゃん。まあいいんです、私は今を楽しんでいますから。チョコちゃん、ちょうど聞き逃しちゃったのでアーカイブ見ようと思ってました。ありがとう。カムバックありがとうございます。わーい。カムバック。そう、ダイヤモンドアートのね、ダイヤモンドアートを、まあ、キアラさんがね、フルクリスタルでちょっと作ってみたっていうところで、めちゃ可愛いっていう話を聞きまして、もう、キアラさんの提案でね、ちょっとどうだいっつうことでフルクリスタルをスタートするんですけど、まあ、ちょっとね、また動画、作ります。のでお待ちくださいませ。ショート動画作っちゃいます。で、ね、さっきも言ってたんだけど、まあ、クリスタルビーズってこうこれぐらいのアップで見るとマジで可愛いんだけど、こうさ、制作が終わった後にこう引きで撮ってもさ、なんかちょっと美しさのこのなんか もっと可愛いんだけどちょっとなんか全部伝えられないみたいな、そういうところあるじゃん。そういうところは若干あるのかなっていうところあるかもしれないんだけど、それはもうね、みんなクリスタルビーズめっちゃ好きじゃん、可愛いじゃん。ぜひぜひね、みんな自分の目で確かめてほしい。いかに可愛い顔。でね、ちょっとただ注文してからね、お手元に届くのにちょっと1ヶ月ほどちょっとお時間いただく形にはなっちゃうんだけど、ぜひぜひね、楽しんでほしい。欲しい。そう、クリスタル、フルクリスタルやれる、売ってるショップとかって、なんかショップさんそんなに多くないし、なんかこうこれみたいなお気に入りの絵柄って見つけるのね、難しいのかなとちょっと思ったりもするんだけど、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートありがたいことに本当にいろんな方に楽しんでいただいているので、ちょっともうさ、クリスタルもやっちゃいなよみたいな、 Hey you みたいな、いやちょっと違うな、今のはちょっとわかんな、 Hey 君たちシャマさん、カナダが何個かあったら倍速で楽しめるのに。いや、わかる、本当に。なんかさ、わかるよね。でも、わかる。なんかさ、1日24時間でじゃ足りないって思うけど、体がもう1個あったらいいよね。全然時間があってもさ、体がもう1個あったら全然足りるよね。マジでわかるわ。本当に。チョコさん、ハフハフしてます。かわいい。ハフハフ。楽しませていただきます。いつかフェアリーダストもね、ちょっとフェアリーダストもっていう声、先ほどもいただいたので、まあ、ちょっと検討しつつ、まずはクリスタル楽しんでいただけると嬉しいですね。フルフェアリーもね、めっちゃ可愛いもんね。私も好きです、まあ、でもね、何気に個人的にはクリスタルビーズの方が好きだのがより好きだったりする。なんかこの単純に分かりやすいキラキラが私好きみたいキラキラ好きみたいな、キラキラ可愛い、キラキラ好きみたいな感じ。キアラさん、Hey you は言うてないよ。言ってなかったか。あ、ちょっと私の記憶が操作されとるわ。まあ、よくあることや。なんかこうちょいちょいこう違うこと言うよね。言ってなかったか。
まあいいやん。まあいいやん。チョコさん、未来がワクワクして嬉しい気持ちです。ありがとうございます。へえ、そんな風に言ってくれると嬉しい。なんて嬉しい。未来。ちょっと待ってよ。よいしょ。ね、やっぱり楽しいことしたいし、楽しいこと考えたいよね。うん。なんかワクワクしたいなって今思った。急に何を言ってんだか。わかんないですけど。ワクワクしたいですよね。あ、しぐれレモンさん、こんばんは。お久しぶりです。ありがとうございます。水コレの、ね、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート、フルクリスタルを発売することになりましたってお知らせをしながら、フルクリスタルのね、ちょっと全然違う絵柄なんですけど、をやってます。めっちゃキラキラで可愛いね。可愛いよ。あと個人的にこうみんなと喋りながら制作が進んでいくの嬉しい。本当にね、ちょっと最近一人でこうくたばってる時が多くて、こうなんかダイヤモンドアートこうみんなでやって喋るっていうのはね、なかなかできてなくてあれなんですけど、あと最近のすごい近況で言うと、あのインスタのねストーリー見てくれた人はいる、見たよって人なら知ってるかもしれないんですけど、初めてカプセルホテルに泊まってワクワクして、で、ね、ついにパソコンをゲットしまして、これもワクワクですね。あのずっとパソコンさ持ってたんだけど死んじゃってさ、なんかもうマジで動かんのよ、あれなんでなんだろう、もう大変なことになってて動かなくて、全然動かなくて、もう3年4年ぐらいさ起動させてないんだけど、まあそろそろちょっといろいろねやるのにパソコンいるんじゃないみたいなずっと思ってて、ついに決意し初の MacBook をゲットしました。 Mac 使いこなせんのかな、全然わかんないんだけど。最近はそんなことがありましたね。でもなんかやっぱ新しいものというかね、楽しいこと、未来を想像できると思う、想像ね、して、私もワクワクしてます。むしろ今までパソコンなしでやっとったんかっていう感じだけどね、ないんす。もう今までの活動全部パソコンなしでやってますからね。本当に、なんとかなるもんですわ。皆さん iPhone があればなんとかなるよ。わかんないけど。まあなんかしら、ちょっと、そうでもね、ちょっと体調のこのムラが結構私的には最近ちょっとどうかなっていうところがありまして、ちょっとね、なんか良くしていきたいなと思いながらどうしていいか分からずでしてね。まあ時期的なもの、皆さんそうだと思うんですけどね、どうしても梅雨時期とか、季節の変わり目だからかなっていう風な感じもあるんだけど、にしてもさみたいなね、皆さん一人一人何かしら抱えているものがあるかと思うんですけども、私も漏れなく何かを抱え始めました。何かを抱え始めましたって、抱えいらんのやけどな。よいしょ。さあ、あともね、こんだけで終わりですよ、と。皆さん、手術終わってから腰痛はほぼない生活を送って、こんなんだけど、なんかムズムズしてくれ。なんで、いいことじゃん。いいことじゃん。なんかね、手術大変、バラありがとう。手術という大変なのを乗り越えたんだからさ、よかったね。乗り越えた。で、こう、生活が楽になってるんだったらいいことだと思うけどな。ハンギョドンさん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃい。粒置いてます。今日はこんな感じでね、キラキラギラギラの粒を置いてます。ちゃっちゃらーん。
かすみさんこんばんは、いらっしゃいませ、こんばんは。あとね、ちょっとここの一列置いたら終わりになっちゃうんだけど、あの YouTube にね、今後あのライブのアーカイブアップしていくので、まあ、過去の分もねアップしてるんで、まあ、よかったら見てみてください。皆さん仕事フルタイムで働いてて親から心配されてる、なんかすごいよね。なんか手術してね、どれぐらい経ったかちょっと分かんないけど、フルでお仕事されてて素晴らしい、すごいわ。ハンギョドン、ハンギョドンさん、1年使っていたトレイが浮いてしまい、今月の給料出たら買います。ぜひぜひ。あの私もね、トレイを歪んだまま使ってるんですけど、ちょっとね、あのちょっとまた動画出すんですけど、トラブリックスっていうね、あのトレイとケースが一体型になったケースもね、ちょっと私今後使っていけたらなと思っていて、まあ、ちょっとまだね、ちょっと準備できてないんだけど、まあ、ちょっとやっぱりトレイいいの、いいやつの方が使いやすいなと思う。まあ、当たり前なんだけど、まあ、なんでこんなガタガタしてるのを変えずに使ってるんだっていう。ちょっとなんか結構そういうとこありますね、私。はずきさん、私も日によって体調がおかしかったりなので、内科行ったら、婦人科を勧められたので、婦人科行ったら女性ホルモン少ない。少ないか。ちゃんと調べてくれるのいいよね。多いとか少ない、それ何の検査で分かるんだろう。私もね、婦人科は通ってるんですけど、もうね、なんか手行って、ちょっと体調見て、たまに血液検査と内診して、あの、薬もらうだけの病院になってるから、そうやって言われると、こう、なんていうの、この、慣れてるというか、特にあえて何か見ずっていう感じなんだな。皆さん、あなた飛ばしすぎて。確かにね。無理しないで。無理しちゃいかん。ハンギョドンさん、さっきあげた YouTube 見ましたよ。ありがとう、見てくれたの嬉しい。ありがとうございます。ちょっとね、ダイヤモンドアート、制作の様子を撮っていくっていうやつのまとめなんだけど、いろんなビーズをね、いろんな形っていうか、まあ、いろんなビーズを触ってきたなっていうのがね、分かってもらえるのかなと思います。どれも可愛かったんだよ。山さん、ビーズ可愛いね。可愛いよね。チョコさん、ダイヤモンド、あ、チョコさん、そう、DAC のビーズケースが迷子です。ね、ちょっと、迷子っていうのは迷ってるってこと？私もさ、ダイヤモンドアートクラブを開封した後に、どのケースを使って制作していくのかをちょっとみんなに相談したいと思ってんの。どのビーズを使おうかをすげえ迷ってて、マジでみんなに相談したいと思ってるから、ちょっとまたみんな、ぜひショート動画なのか、ちょっと動画見てほしい。はずきさん、血液検査で分かります。エストロゲンが少なかった。ああ、なるほどな。なるほどね。ちょっと、調査しようかな、私も。ちょっと調べてもらいたいなと思います。真っ黒黒助さん、こんばんは。ありがとうございます。はずきさん、病院で女性ホルモンを調べてほしいというと調べてくれる。ああ、なるほどな。ちょっとね、総合的な病院に一旦行ってみようと思ってて、ちょっとどういうあれなのか分かんないからさ。ちょっとね、行ってみて、ちょっとそれも考えますね。ありがとうございます。ハンギョンさん、次やる作品フェアリーダストやると思います。いいね、フェアリーダストめっちゃ可愛いもんね。ぜひぜひ楽しんでください。はい、ということで今日やろうと思ってたところ終わりましたので、クリスタルビーズね、ちょっとどこまで進んだかみんなに見ていただきたいなと思います。チョコさん、その相談便乗します。私も分からなくて迷子です。そう、なんかさ、ビーズのさ、種類が多いじゃん。なんか30色、40色とかじゃないじゃん。多分50とか6、いくつなんだろうね、60、70とかあるじゃん。でさ、まあ、みんなちょっと私の机、家のデスク周りあんま知らないと思うんだけど、なんかこう、幅が狭いんよ。ちょっと机買おうかな。で、その、お先にちょっと喋っちゃうと、こう100均のいつも使ってるこのダイソーのこいつあるじゃん。これだとさ、例えば70色あったら 7ケースいるじゃん。7ケースさ、置く場所ないじゃん。でもさ、とはいえさ、70色分のケースはいるじゃん。もうどっちにしても置く場所ないじゃん。で、どうするみたいな。ちょっとね、悩んでるわ。ちょっとまた、ちょっと相談乗って。みんなで考えよう。
ゆみちさんこんばんは、ダイヤモンドと初心者です。あ、楽しんでらっしゃいますか。なんかちょっとガタガタしてない、この辺なんか多分あれやな、絶対連張りしたな。真っ黒黒ですけど、相変わらず綺麗、あ、綺麗って言ってもらったのにこの辺ガタガタしとる。あゆみさん、体調不良の原因が早く分かるといいですね。ご無理なさらず、ありがとうございます。ちょっとね、ちゃんと病院に行って、検査してもらいたいなと思ってます。ハンギョドンさん、アマゾンさんで買います。注文します。いいですね。アマゾン結構すぐ来るしね。内臓で3連結して個別に開くケースがいいんです。あー、なるほどね。私が、あれかな、内臓。三連結か。それもありやな。なるほどな。チョコさん、ああ、全部わかります。家の中のダイヤモンドアートスペースもどうするのか悩み中です。そう、わかる。真っ黒クロスにわかるね。めっちゃわかってくれて嬉しい。ありがとうございます。皆さん、ダイヤモンド関係のツールとかビーズケースはニトリの動く台を買ってそこにまとめる。ああ、そう。みんな考えてるな。私も引っ越したいもんね、なんなら。もう引っ越してダイヤモンドアートとかやる部屋欲しいもん。チョコダン、チョコっとありがとうございました。いいえ、いいえ。じゃあちょっと最後ね、見せたいと思います。真っ黒コロッケさん、43色の置き場。それめっちゃ困るね。マユさん、内科系も調べてもらうといいかもしれない。そうだよね。なんか、まずは、上司に総合診療科っていうのをおすすめされまして、ちょっと行ってみようかなと思います。チャマさん、来れてよかった。こちらこそありがとうございました。来てくれてありがとう。ハート見ると。DY さん、実は私も DAC 買ったはいいけど、2つ開けられず、ケース困る。だよね。よかった。私だけじゃなかったわ。ちょっと足出てるけど。はい、こんな感じ。レナさん、7割進んだ感じ。結構進んだよね。と思ってんだけど、どうかな。キラキラだ。もうこのね、一部連張りだけ終わらせたゾーン。キラキラ。もう少し完成。そう、もう少し。割ともう少しなんだよな。綺麗、ありがとう。綺麗ですね。いや、でもこのキラキラをさ、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートでやるって、めっちゃ、キアラさんナイス。めっちゃ可愛いよね。いやさ、実際見たらもっと綺麗よ。でもやっぱちょっとね、こう映像とか写真ではなんかもう伝えきれない何かこう、ものを秘めてますよね。本当に。綺麗ですね。綺麗、ありがとう。可愛くて綺麗、ありがとう。という感じでですね、はい、今日はクリスタルビーズのね、こう作品をやりながらね、クリスタル水のゆいコレクションにのね、新作って言っていいのかな、についてお知らせさせていただきました。ちょっと待ってね、よいしょ。なんか浮いてる、そうでもないな。最後にね、もう一度お伝えさせていただくと、水のゆいコレクションのダイヤモンドアートのダイヤモンドアート、この一番最初に出たね、ノーマル、普通のダイヤモンドアートのダイヤモンドアートのフルクリスタルバージョンを7月19日金曜日から発売スタートします。で、A2 と A3 の2種類のサイズになります。で、オーダー、先な予約販売になるので、1ヶ月ぐらいね、ちょっとお時間いただきたいと思います。期間限定ではないんだけど、お手元に届くのにちょっと時間がかかるっていうことは、ちょっと皆さんご承知の上で購入していただければと思います。お願いします。ぜひぜひね、この、なんかクリスタルって今選びに、もね、選ぶの、クリスタルやりたいけど、どの絵柄がいいかわかんないな、みたいな。でもクリスタルやりたいみたいな人にはもうめちゃくちゃ持ってこいだと思ってるので、ぜひぜひフルクリスタルやってみたいなっていう人、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート、本当にね、色がピンクとか黄色とか、青とか、まあ、白とか黒とか、まあ、本当にいろんな柄があるの、色があるので、まあ皆さんいろんな色で楽しんで、いろんな色を楽しめると思うので、ぜひぜひやってみてほしいなと思います。はい、ということでまたちょっとね、動画撮ってアップしたいと思いますので、またお待ちください。綺麗だな、楽しかった、お疲れ様です。ありがとう。赤織さんも、X にケース載せます。ありがとうございます。見して。ちいさん、平日は仕事が夕方で帰りが2時なので、いい、お疲れ様です。見えないですけど、土日ライブやるときは来れそうなのでまた来ます。ありがとうございます。またね、YouTube にもアーカイブ載せときます。
はるきさん、今日もありがとうございました。フルクリスタル買います。ありがとう、ぐんない。ありがとう、レナさんも、あ、お給料入って買おうかした。ありがとうございます。あゆゆさん、フルクリスタル楽しみにしてます。ぐんない、ありがとう。あ、ちょっと、ありがとう。紙、ちょっとココアさん、なんか紙吹雪。ありがとう、ギフティング、センキュー。お疲れ様でした。しぐれレモンさん、ありがとうございます。シャバさん、ありがとう。ソファミさん、ありがとう。チョコさん、動画のんびり待ってます。今日もありがとうございました。ありがとう。ということで、ココアさんもありがとう。お疲れ、シャバさんありがとう。グレナさん、ぐんない。ということで、今日もありがとうございました。まあ、明日からもね、ちょっと暑い、もしくは雨の日が続くと思うんですけども、まあ、無理せずにね、お互い無理せず行きましょう。ということで、またね。バイバイ。あ、トラコさん、ローラ、オーロラ完成するので、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート、開けます。ありがとうございます。ありがとう。みんな楽しんでね。おいちゃんね。おやすみ。ぐんないぐんない。バイバイ。まったねー。バイバイー。おやすみー。